この世から虫がよをなくしたい。はい、チボです。クリートフィメルということで、この動画ではカブトムシメスのリアルな作り方がわかります。このチャンネルではカブトムシクワガタの折り紙を厨房のオリジナルでたくさん折ってますので、他の動画もぜひ見てみてください。チャンネル登録もぜひお願いします。というわけで、カブトムシメス厨房と一緒に作ってみようぜ。今回カブトムシのメスのリクエストをいただきました。リクエストありがとうございます。他のリクエスト作品も試作品はできてますので、動画でき次第順次アップしていきます。楽しみに待っていてください。好きな色の折り紙2枚用意してください。ハサミテープ用意してください。頭から折っていきたいと思います。流し角から折っていきましょう。まあ、いつか来るだろうなと思ってたんですけどもね。ありがとうございます。オスを作ったらメスも並べたくなる。そしてこの季節開いて白三角、いつも通りの折り方で大丈夫です。はい、開いて白三角折ります。で四角形に閉じていきましょう。そしたら三角形を折っていきます。はい、裏もできます。厨房とね、カブトムシといえば、はい、上の三角で持ってきます。両側に折ります。小さい頃は全然捕まえられなかったっていう印象ですね。カブトと言って開いて、この線でひし形に折っていきましょう。なんかね、コクワガタは捕まえられたんだけど、周りにそこまで詳しい人いなくて、やっぱ一番詳しいのが自分だったんですよね。クワガタカブトね、なんか調べて本とかかな、図書館行くとクワガタカブトの、まあ、特にカブトかな、載ってる本は本当よく見ましたね。ファーブル昆虫記もね、全然読まなかったですけど借りてましたね。はい、一回これ下ろしちゃいます。どっちも、はい、この状態にしていただいて、まだ折らないでいいですよ。軽く、まあ基準でちょうどこの線に合わせて、まあ、折って半分ぐらいでもなくて、バランス的に言うとこのラインよりもさらにちょっと下ぐらいがちょうどいいんじゃないかなと思います。別に適当で大丈夫だと思うんですけども、なんとなくこの辺がちょうどいいかなと思います。ここでしっかり折り線をつけてあげて開けます。開いてへこませていきます。はい、この線でつまむようにして山折りにしてください。内側の線、はい、中をへこませるようにこうしてあげて、だんだんこうちょっとずつつまんであげるといいかな。まあへこめば何でもいいんじゃないかな。はい、他の部分は戻しておいてください。はい、こんな感じです。はい、折れましたら1枚だけ上に上げます。で、横をね折っていくんですけども、その基準を作るためにまずはここ頭を出すサイズ、頭のサイズを決めます。だいたいそうだ、7ミリぐらいかな、お好きなぐらいでいいと思います。そしたらここのラインぐらいでこっちの紙も折り上げます。これはみ出しちゃっていいです。1センチぐらいかな、この幅が 1.5 ぐらいかなです。折り線をつけてあげてください。折り線つけたら横を折ります。ここの角と角でちょうどいいと思います。この時にこっちの紙も一緒に折っちゃって大丈夫です。はい、折りました。反対も折ります。はい、折ってきました。そしたら1回開いて、これ下を下ろしちゃって開いて、で頭の幅をね作っていきたいので、1枚上の紙だけを取って、角は同じにして斜めにまたさらに折っていきます。でこっち側はここの角と同じラインぐらいで折ってあげてください。大体真ん中に来るかもしれない、重なっちゃってもねいいと思いますしね。はい、こんな感じかな、大体同じぐらいで折れたと思います。そしたら折れましたらここ開けてもらって、
折り線でここ山折りします、こっちを谷にします、こんな感じで閉じていきます。反対もやります。山、こっちは谷で、こっちを山、つまんでください。はい、これで中にしまってください。大体同じかな。はい、できましたらこの三角を折り上げていきます。場所はこの幅と同じぐらいか、ちょっと短いぐらい、ちょうどこの折り返しのこの折り線のあたりになると思います。はい、折っていきます。そしたらこことここの半分ぐらいのところまで折り下げます。これやってもやんなくてもいいんですけど、一応まあ今回ね、触覚を作ろうということで、今折った折り線で切っていきます。ちょっと開いてあげるといいかな。でそのまま切ってもいいですけどね、余計なゴミが出る可能性があるので開いてます。気をつけて使いましょう。真ん中を切ってください。この線まで切りました。ただ一旦こういう風に戻して上に上げて、はい、そしたら真横にね、斜め折りしていきましょう。反対持ってきます。はい、そしたらですね、ここ三角に折っていきます。折り下げです。はい、三角に折ってください。後でもいいんですけど、これでね、だいたい触覚は完成なんですけど、ちょっと前の方がいいかな、この辺かな、ギリギリぐらいがいいかな。できたらこの付け根あたりで斜めに折っております。斜め前に向かって斜め折り、こんな感じにしてます。はい、そしたらですね、足をね折っちゃいたいと思います。上に上げて斜め折り、横に斜め折りしてください。そしたらもう一回今の折り線に合わせて斜め前に折っていきます。折っていきます。そしたら、細く折っちゃいましょうか。はい、先の方を細く折ってください。折れましたらこの下の余ってる三角を上に向かって折ります。折り上げていただいてはみ出します。これもプラスアルファでやってもやんなくてもなんですけども、唇に当たる部分、カブトムシが餌を食べる部分があるので、下ブラシみたいなやつですね、口軸とかいうのかな、口順、はい、ここ折り返していただいて少しね出してあげてもいいのかなと思います。ちょっと一回縦にね軽く折ってあげます。できましたらここ角を、結構ギリギリ、手のギリギリぐらいまで折っちゃってください。真ん中上げちゃっていいかなって感じです。あとで調整でいいと思います。はい、こんな感じでカブトムシメスの頭完成です。はい、では体作っていきたいと思います。白長四角から折っていきますよ。いつも通りのガムとの体で大丈夫です。開いて長四角折ります。開いて三角折っていきます。三角を切ります。だから親に車で連れてってもらって、朝ね5時ぐらいかな、はい、三角に閉じていきます。でやっと見つけたのが、もう明るくなってたってのもあるけど、思い出として残ってるのは、コクワガタを車の中からうちのね父親がゆっくりめに車走らせて、そこから三角をクワガタ、コクワガタを見つけてくれた、それで取って帰ったぐらいの、最初そんな感じでしたね、本当にちっちゃい時って。もう一回三角さらに折っときます。これを4つ作ります。折りましたら裏にするのではなくてどかしてください。上の紙をどかして三角三角で折っていきます。カブトムシってね、全然その見つけられなかったんですよ。まあ
住んでるところによるんでしょうけど、ネットの情報とかを基準にした方が一番早いですね。その地域の必ずそういうのを投稿してる方は、まあ、いるので、地名までね特定って言っちゃえばこの辺なんかいるんだけどみたいな、その虫興味ない人の情報とかもねあるんで、ローカル情報を調べるのが一番いいのかな。ではこっちの紙とこっちの紙それぞれ合わせていただいて、じゃあここ立てて開いて潰していきましょう。まっすぐでいいと思います。はい、こんな感じでずらして広げて潰していきましょう。本で見てるとクヌギは木はねとか、カブトってこういうとこにいるよとかあるけど、はい、ここで折っていきます。外側に向けて折ってください。正直言ってその地域によって、ほら鬼ぐるみに来る地域とか、シーに来るとか、ブナーに来たりとか、折り返していきます。でもう一回外側に折り返します。こんな感じで後ろ足作ってください。だからまあね、人が使えなかったらお家の人に頼んでみるとか、あとはまあ人に聞くとか、地域のね昆虫ショップとか聞くのもありなのかな。人に聞いた方が絶対早いですね。本とか広い世界に、日本中での情報とかそういうのは本でいいです。広げてつまんでいきます。だから周りにそんな虫、カブクワすごい詳しいっていう人がいなかったんで、田舎だったんで、自分の足とか目で探してましたね。友達行ったのかな、なんか。はい、そしたら横に折っていきます。何かな、自転車でめっちゃ周辺を昼間夏ね、はい細く折っていきます。走らせて、あここいるかなみたいな感じで行ったのかな、友達と一緒に行ったのかな、あれは。はい、折っていきます。でやっとなんか見つけたって感じたらですね、縦に折っていきます。ちょっとまあ気持ちこれぐらいですかね、多めでいいと思います。三角に折ってください。折り線で中にへこませます。でここつまんでお尻作って、中で三角形折っていきます。なんか田んぼの横の 前に倒してクルンと巻き込んでいきます。で前で折っていきます。田んぼの脇のちょっとクヌギみたいなとこにいましたね、カブトね。はい、こんな感じで三角に折ってあげてください。少しここね斜めの線残しとくといいかもしれませんって感じで、体完成です。はい、合体していきます。テープは丸めるか両面テープ用意してください。貼るところはもうここの三角形がいいかな。この三角形の上のラインに合わせて貼ってもらって、はみ出しているところは折っちゃってください。この状態でこの辺かな、いいところで、くっつけてあげましょう。はい、あちょっと中足を前にちょっと向けてみました。こんな感じでカブトムシのメス完成です。というわけで今回はカブトムシメスを作ってみました。うまく折れたでしょうか。この動画が良かった人もそうでない人もグッドボタン、チャンネル登録まだの方もそうでない方も登録してください。嬉しいです。感想リクエストコメントにどうぞ。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。チューボでした。バイバイ。リクエストありがたいです。知らない昆虫とか作ろうと思ってなかったやつ、頭回しにしようとしてたやつの動画を出せるんで、これからもなるべくリクエストに応えていきたいと思います。あ、日本の子供って結構カブトムシを取る育てる思い出がすごく強いと思うんですけど、外国っていうか日本以外のお国ではどうなんですかね。虫とかに触れる文化は結構あると思うんですよ。猿のジョージとか見てるとそれは思うんですけど、だから日本ほどそんなカブトムシが身近じゃないのかなって。すごい熱帯雨林の山の中、自分が住んでるとこじゃない方行かないとカブトムシ、ヘラクレスとかね、コーカサスとかね、そういうのっていないのかなって。住んでるところにあんなに近く身近にカブトムシがいるっていうのは日本の特徴なのかなってすごく、思いました。日本以外の国にお住まいの方、教えていただけたら嬉しいです。バイバイ。